どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓で限界を感じたら試してほしい成長アップする方法となります。弓を使っていると武器相性やマップなどいろんな壁にぶつかってきます。他の武器でもそうですが、接近戦が難しい意味ではなおさら限界を感じやすく、くじけやすいかと思います。そこで今回は弓を使っていて成長の限界を感じた時に試してほしい方法となります。限界が来ているということは、その壁を乗り越えればさらに上手くなれるチャンスですからね。実際に試した方法や経験をもとにまとめて紹介したいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもですが、一つの武器のみを使っていると頭打ちはきます。もちろん武器以外の研究をしていれば遅らせることは可能ですが、いずれにしても限界はきます。限界が来るのは当たり前のことなのですが、弓の扱いが悪いというわけではないです。経験値も溜まっているので練度も高いです。ですがその経験値は弓のみの経験値だということが重要です。弓だけの経験値ということは、他の武器に関しては知識だけで動きや対面での弱点、射程の細かい範囲など把握しているだけになります。これが実戦で大きな成長の差になります。上手い人たちがある程度いろんな武器を使えるのはこのためです。実際に武器を使った上でそれを得意武器に落とし込んでいるということです。例えば前衛武器の経験をしたことない人が裏取りのタイミングや敵陣抜けのタイミングは本当に理解できているのでしょうか。ここを割れるタイミングやルール関与するための労力を理解できるでしょうか。いずれにしても仮説のみばかりとなります。ここで大事にしたいのは、仮説はあくまで仮説ということです。実際に体験しないとそれが正解なのかも不明です。成長の限界は個人のスキルなどにももちろんありますが、総合的な経験値というのは必須だと思います。どうやっても上手くなりませんという言葉をもらえますが、苦手武器を持ったことがあるかと聞くといいえというのが大半です。個人的には全武器しっかり持ってある程度練習するくらいの実戦経験が必要かと思います。知識があっても経験をしないといけないですからね。弓の限界といっても弓以外の経験が足りない可能性が大きいので、自分の視野と知識の質を上げる意味でも他武器を経験することをお勧めします。では次に行きたいと思います。まず試してもらいたいのが弓の射程と真逆の短射程を持ってもらうといいかと思います。短射程といっても短すぎると難しいと思いますので、今人気の寿司やシャプマなどある程度使いやすい武器がおすすめです。この辺りの武器ですが、弓と違って前線を荒らしながらスペシャルで圧をかけれるので、弓とは違った攻め方となります。特にバンカラマッチの時では前線を張ってくれないと攻撃が辛くなります。ですが実際に前を張るのがどれだけきついのかっていうのも経験するといいかと思います。短射程を扱う上で意識したいのが、まずデスした時の位置取りです。後衛との距離感を見てもらうといいかと思うのですが、前衛は道を開くのが仕事なので、どれだけ距離があるかが重要です。この距離が開きすぎているとカバーができないですよね。さらには足場も整えていなかったら前にも出れません。このように短射程を実際に試したことによってカバーのもらえる位置が確認できるわけです。続いては裏取りのできるタイミングです。これが非常に大事で、ルール関与をすることが多い弓にとっては把握したい部分です。弓にとっては前に出るタイミングというのは抑えやルール関与のタイミングですね。これを短射程の立場としてどういった行動をしていたら狙い目なのか、攻撃側として体験するのが重要となります。前線に上がっている時にどこから攻めればバレないのか、また潜伏ポイントはという感じでルートの把握ができます。これは実際に短射程の立場で経験しないと分かりません。押し込まれている状況や攻めている時で変わるからです。逆を言えばそこさえ覚えていれば弓として牽制が可能となります。2つ紹介しましたが、短射程を持つことによって前衛の位置が予測できるかと思います。言葉で言うのは簡単ですが、経験してもらえると弓がいつもよりもいやらしく扱えると思いますので試してみてください。では次行きましょう。続いてはリッターを持ってもらうといいかと思います。理由としては
大きな射程巻きをするのがリッターグライダーからです。またマッチング的にもしやすい武器ですね。リッターを持つ理由としては弓との距離感の違いを把握するためです。本作のマップはリッターに合わせて作られていると聞いているので、弓では太刀打ちしづらいことが多いです。弓を扱っていく上では絶対的に抑えなければいけない相手ですので、射程を体に覚えさせるのはとても重要かと思います。また射程だけでなくリッターのポジションを把握するのも大事です。ポジションを把握しているということはそこからおおよその射程が理解できるからです。これが非常に大事で、リッターがいるときあそこから撃つなという感覚あるだけでペースを抑えられます。もちろん上手い人もいるので全部が全部ではありませんが、リスクを少しでも下げることが可能になります。編成にもよって位置を変わりますので、これは経験しないと把握できないんですよね。また狙いにくい角度というのも分かります。この角度が非常に大事で、相手の穴を見つけることが可能になります。リッターは直線的にしか狙えませんが、弓は曲折がありますからね。この差があるということは相手の攻め方を理解すれば邪魔をすることが可能になるわけです。これで勝てるわけではないですが、間合いを把握するだけで弓のポジション取りがしやすくなると思います。では次に行きましょう。今回は2つの紹介をしましたが、すべては他の武器の経験と知識を弓に生かすためとなります。最初に話したように仮説が経験になるわけですね。机上の空論という言葉がありますが、考えているだけでは全く身になりません。考えた仮説はすべて仮説です。経験値ではなく補っていた一部に過ぎないわけですね。この経験をしておくと味方の意図が分かったり、攻め時が以前よりも分かりやすくなります。場合によってはルール関与のタイミングなども自然と分かります。ですがこれは経験したからできたのであって、考えただけでは難しいです。この差が他武器を経験するメリットになります。ただしこれを実践するときに注意があります。それは自分なりの仮説を持って他の武器を試すということです。ここまでの話だとなんとなく武器を持ったらいいんだなと思うかもしれないんですが、それでは何も変わりません。ただその武器がちょっと使えるようになっただけです。大事なのは自分の指がどういった時に負けやすいのか、または対面負けしやすい武器やルールは何かを理解することが重要です。それをもとに練習する武器を決めることが大事ですね。人によってリッターではなくハイドラやエクスロかもしれないですからね。経験値を貯めるということはレベルの低いものを上げる方法が効率が高いです。対面やルールで負けやすいというのはその武器とルールに対しての仮説の質が低いと言えますからね。成長の幅を広げるためにもしっかりと仮説を立てるのは重要かと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。弓で限界を感じたら試してほしい成長アップする方法はいかがでしたでしょうか。弓の限界を感じると使いづらい、または成長しづらいなと感じると思います。逆を言えばいい壁にぶつかったと思います。上のランクに上がるには同じ手を使っていては勝てませんし、こちらもグレードアップする必要があります。今回はその方法として他の武器を経験することを中心にまとめてみました。皆さんも息抜きと思って試してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。Thank you.